15分配信です。ね、体調の心配してくれる方多くて優しいね、みんなありがとう。大丈夫ですハート、ありがとうございます。気がすごい。こんばんは、こんばんは。トミーちゃん、トミーちゃん、喉はですね、変わらず変化なしな状況ですね。空席、なんて言うんだっけね。は相変わらずですが。からせき、点々つけるのかな。花火、ありがとうございます。どういったのに手でこうやってやってくる、かわいい。こんばんは、こんばんは。確かに髪色がもう落ちてきてます。茶色だもんね、もう光に当たると。ブルーブラックだった時間はすごく少なかったですめっちゃ短かった気がする。なんか黒は黒でもブルーブラックが似合う気がする。黒染めはちょっと似合わないですね。茶色も、まあ、今ぐらいはいいのかな。そう、ちょうどね、今配信する前に自分のこの写ってる髪を見て、あ、落ちたなと思ってたら、ちょうど配信始まったらみんなにコメントで言われて、思ってること同じだなって思いましたすごい、話そうとしてたことを先にコメントで言われました明るくしてるから余計にかな、部屋の電気を。この暗さがいつも普段家で過ごしてる時の照明の暗さなんですけど、これだとまあさっきよりかは茶色く感じない花火、ありがとうございますトメはずっと私の横にいてくれます。かわいいね。この時間の配信だと早すぎるからさ、いつもと比べて。初訪問の方とか二度目とかの方がいっぱいいる。多分私とそのご本人の方にしか見えてないんですけど可愛い。なんかさ、お腹空いてる、お腹もうすくんだけど食べる気に、わざわざ買って食べる気になれなくて、喉のせいで悔しい。食べたいものあるかなでもなんか最近甘いものを結構摂取してばっかりだから、しょっぱいものが食べたくて。そうなの、何が食べたいんだろう、しょっぱいもの。でも水分はほんといっぱい取ってます。しょっぱいものね、
手料理、あったかいもの、なんだろう、チキンって、チキンはチキンでもあの油っこいものが少ないものが食べたい。ささみ揚げとか。あのコンビニでよく売ってるあのつくねが一番私大好きなので、あの3個ついてるやつ、あれが食べたいのかもしれん今。あとはいつも食べてるきゅうりの一本漬け水分常に取ってるけど、きゅうりでもまだ水分摂取してる。油の少ないナゲットが食べたい。コンビニでも売ってるよね。とめちゃんです。スリスリしてます。ハート。花火ありがとうございます。とめちゃんがいますね。なんかね、のど飴を舐めてるんですけど、やっぱこの間の配信でもさ何時間に何回のど飴を舐めていいのかとか、一日に何回飴舐めていいのかわからないっていう話をしたじゃないですか。それを気になって今日ネットで調べたら、舐めすぎも逆に良くなくて、そこからなんか菌がまた入ってきちゃうみたいな話を、まあ、ネットの情報だから本当かは分からないけど、それを聞いて、そう2時間に1回ぐらいがちょうどいいみたいな聞いてたんですよ。今舐めてるのこれなんだけど龍角と龍角さん、あれこれだよね、いい美味しい龍角さんって違うっけ。水色がスタンダードなんていうのみんながよく舐める一般的なシンプルな、トロッとじゃない龍角さんだよね。舐めすぎも良くないよね。金色がよく効く。あ、これか、じゃあ合ってるか、よかった。あんまり私喉痛くならないからさ、一番効くのこれだっけと思って、間違えてたら嫌だなと思ったから、こっちタイプ買っちゃったの。そう、もう今日の配信でこれって分かったので、これが終わったらパウチの方のもっと量の多いこの龍角さんを買います。でトローチわかる、私もね噛みたくなるの。意外とさ、物によって溶けなくない、全然。トローチね、昔も小学校の頃よく舐めてたな。美味しいんだよね。飴舐めて言っちゃいけないけどさ、喉痛い時とかはトローチだけは OK だったから舐めてたな。美味しかったなトローチも味によってさ、味出してる会社さんによってもさ、味結構違うよね。え、そっち本当に薄くなったらトローチ噛んじゃう。味がしないレベルになったらね。飴ってさ、これ交互に舐めたらダメ。2時間おきに舐めるんだけど、今日今さっきこれ舐めたのね。
2時間、まだ経ってないな、1時間ぐらい前に。次こっちとかやめた方がいい？1日で舐めるなら同じものを2時間に1回舐めた方がいいのかな。どうなんだろう、そこら辺わかんないんだよな。みんなはどうしてる？しなくていい。確かに容量決まってるよね。 あと私のど飴だけじゃなくてついにあれも買って今日試しました。あの喉に直接あのスプレーでかけるタイプの喉を塗るスプレーみたいなあれさ、久しぶりにやったらさ、びっくりした。まずっと思って、こんな味したっけってびっくりした。市販で買ったの初めてぐらい。いつもあれ使うってなったら絶対病院の先生から処方していただいたスプレータイプしかやったことがなかったから、色もすごかった、びっくりしちゃった。あのスプレーよく効く？じゃあ明日治るかな。治るというかちょっとは良くなってるかな。味にびっくりしちゃった、まあ、勢い、スプレーの勢いも確かにびっくりしたけど、そっか消毒だから美味しくないのか。確かに薬は基本全部まずいよね、治すための薬だもんね。とみちゃんかわいいね。泣いたの、かわいい。夜寝る用のタイプもあるんだって。ちょっと調べてみよう。自分が舐めてるトローチ1日最大6個とかになった。私この買ったトローチもさ、コンビニでね買ったんだけど6個入りだったの。1日で消費するトローチだったのかなこれ。あ、全然舐めれてない。うがいはお風呂に入った時とかもやってるんだけど、もうむせてしょうがない。うがい、龍角散ダイレクト使ってる。龍角散ダイレクト、え、それのど飴薬、なんか強そう。めっちゃ効きそう。何それ、効くなら私も買いたい。そう、むせるのが一番やだ。外でさむせたら「え、何あの子」みたいにさ、やっぱ今の時期って思われるじゃん。昔からもそうだったけど、やっぱコロナっていうものが発生してからちょっと見え方が良くなくなってきてるじゃないですか。収まってきてた、きたとはいえコロナが。あ、粉なんだ。やっぱ粉って一番効くよね。吹き出しそう、粉むせたら飛び散ったら嫌だ、もったいないね、とみちゃん。乾燥がね、確かに。でも私夜寝るときはもう冷房はね消すようにしました。意外と消してももう暑くなかった、気づかなかったんだよね。乙女シルクも平気そうだし、琥珀のあの湿度とか温度計あるんですけど、それ見たら適温のちょうどいい気温になってたので
あ、平気なんだと思って消しました。昼間はやっぱまだ怖いからドライ冷房はつけるんですけど、夜だけだね、秋になってるのは。今日で185日目。ありがとうございます。15分経ったので今日は終わりにします。今日もだね。ちょっと今日の配信をし早かったので、みんなも寝る準備が早くできて早く寝れるかな。いつも夜遅すぎるからさ、11時とか11時半から始めるから。みんなもゆっくり寝てね。絶対今日は湯船に浸かるって決めてます。早寝します。15分早っ。一瞬なんだけど。で、みんなも早く寝てね。あと、あ、ちょっとだけ話しちゃうんですけど、なんか大富豪また何かありましたよね、イベント。チーム対抗戦みたいな、ファンの方も1位とか取れたらなんかプレゼントがもらえるみたいな。ちょっとまだちょっと詳細がわからないので、見れてない、わからないんですけど、チーム対抗戦らしい。ちょっと後で大富豪開いてそのイベントの詳細あったら見てみます。チームが勝ったらいいんだ。なんか私たまたま今日大富豪開いたら K2 3位でした。でも K2 の中では上位のメンバーに入ってて、ランキング、ありがとうございます。私が全然やってないのにみんなやってくれて、今日夕方1回だけやりました。そしたらその1回で当たった方がサーヤと当たったっていうツイートしてて、あ、すごいなと思いました。コンピューターじゃなかった、ありがとう。でも本人登場シーンがスクショされて載ってたので、ちょっとあーって思いました。悲しい、本人登場シーン変わってませんでした、悔しいです。悔しい。誰って感じの写真です。みんなはもし私と当たってもスクショしてしない、まずで、スクショしたとしても載せない、約束してください、お願いします。前から言ってるんですけど。はい、1位ハッピーさん、2位キムヒョコちゃん、3位ハッピーさん、4位ハッピーさん、5位古川ありさん、ナブタさん、6位サーさん、7位ハッピーさん、8位ピンクのおばけちゃん、9位男の子のアバターさん、10位白いアザラシちゃん、11位ヨネちゃん、12位ハッピーさん、13位ハッピーさん、皆さんありがとうございました。そう、お約束です。みんなもうゆっくり休んでください。あ、最後に、はい、おやすみなさい。ありがとうございました。今日も可愛い乙女です。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。